愛知県イルカ池にやってきました。今回は仙道隆さんと春のバス攻略頑張りたいと思います。イルカ池初めて来たんですけど、めちゃくちゃ広いですね。釣れる場所いっぱいありそうなので今日も頑張ります。あ、いらっしゃいました仙道さん。 おはようございます。お願いします。お願いします。4月とは思えないこの寒さ、ちょっと薄着ですね仙道さんはよく来られるんですか？いやいや、僕は十何年前に一回来て。そうなんですか久しぶりの。本当久しぶりなんで全く何も知らない状況ですね。もう家から30分あったら来れるぐらいの距離なんですけど、はい、なんですけど普段やっぱ別のとこに行っちゃうんですじゃあ今日最初はちょっと手探りで。もう完全なる手探りですよ迷子にならないように気をつけるそうですね、何としても一匹は釣りたいですね。一匹は釣りたいですね私も頑張りますんで今日よろしくお願いします。お願いします番組でこれ久々ですけれども、これ綺麗なところですね。いや、この広かったですかね。まあ、あの前回のロケはこれ昔すぎましてね、はい、私も記憶にないんですよこれねごめんなさい、もしあれだったら後ろでちょっと投げにくいかもしれないけど、はい、ノイジーです。普通のです。後ろではミノフラット110 サスペンドです。投げて巻くだけでいいです。ついついなんか色気を出してしまうっていう。で、真正面というよりちょっと斜め前ぐらいに投げてもらう方がいいかもしれないですね。はい、そう、ちょっと狭い場所で投げにくいと思いますが。そうですね、やっぱり前に木が生い茂ってるとどうしても。そうですね、やっぱすごい釣り人の方多いですね。多いですね、やっぱりその名古屋の街中からもすごい近くて、はいはい、そうですね、でレンタルボートもこんだけ完備されててで昔は本当に日本一難しい湖なんて言われてたんですけど、ここ近年は結構すごい釣れてて。あ、なるほど。ですごくもう熱心な釣り人が多く詰めかける場所になってますね、はい。なんか特徴とかあるんですか、イルカ池の。特徴はワカサギレイクです。あ、そうなんですね、はい。でもう本当に時期によってはバスの人よりもワカサギ釣りの人がメインになる時期もあって、でそのワカサギがやっぱりすごい豊富で、はい、餌が多くて、はい、バスのコンディションも非常にいいという感じですね。なるほど、じゃあ釣れたら丸々太ったバスが来るかもしれないということですね。そういうことですよ。そういうことなので、これは楽しみですね。頑張りましょう。頑張りましょう。イルカ池は全体的にこういう開けた場所が多いんですか？で、おかっぱりにする場所はやっぱ少ないですよね。ボートの方が断然有利。階段がある。階段が、階段はね、いいんですよ。階段ってすごく釣れる場所なんですけど。で、これ多分川だと思うんですよ。川の流れのあるところの階段。普通に考えたらまあまあ釣れる場所ですけどね、時期的にはどうなんだろうな、そんな簡単でもないかな。向かってくる流れの方に投げるときって流れより早く巻いた方がいいんですか？そうですね、はい、流れ下に来てるじゃないですか、はい、その両脇は反転流になってって、はい、あの逆に巻いて上に
登ってってたりするんで、はい、そっちの方に入れるとそんなに早く巻く必要もなかったりするんですけど、でもまあシーズナル的には多分いないです。あ、そうなんですか。なんで今の季節は流れにいないんですか。全くいなくはないと思いますけど、はい、やっぱりもうスポーニングに絡むような場所に向かってってるはずなんですよね。でかつその言ってもこの上流部からの水温が、はい、あったかい水が流れてくるならいいんですけど、はい、冷たい水が流れてきたりするとするならば、スポーニング的にはポジティブではないので。あ、そうなんですね。なのでこの流れギンギンに効いたところっていうのはどうかな。でも分かんないです、こればっかり仮説です。かもう逆にこのくらいの通常の感じの流れじゃなくて、はい、もっともっと濁りが入ってやばいなここみたいな感じになったら逆に魚たちが集結する可能性はあります。本湖よりも水が冷たいですね。いい場所だとは思うんですけど。船頭さんですけど、今回十数年ぶりのイルカですけど大変ですよね、ぶつけ本番。はい、まずは湖全体をチェックですね。チェックして、はい、サンナが絡む時期なんでね、難しい可能性ありますよね。これは具体的にはどういうことですかね。はい、サンナコーダー入っていくとね、身が追わなくなるんですよね。はい、なるほど。口をつかない可能性があるんですよ、ね、口をつかない。どうしましょう。はい、サンナも一斉に起こるわけじゃないですよね。はい、順番があるわけですよね。はい、だから次で上がってくるフレッシュな魚を狙うのがベストでしょうね。よく言うところのディープから上がってきたフレッシュな魚を狙えと、はい、これは本当に肝に銘じないと。フレッシュな魚を狙うんですよ。もうこのルアーすごい見えますね、水の中でも見える色をねチョイスしていますので。だいたい鯉とかがああやって浅いところでバシャバシャやると、はい、バスはそれを嫌がって一段下に落ちることが多いんですよ。で今どの辺にいるかなと思って、よし、ちょっと下ります。風当たってますから、はい、チャッチャカチャッチャカやりながら行きますか。もうちょっと前まで投げてもいいですよ、はい、全然気にせず。微妙に距離が足らない。そこなんです。まあいればね、そんなに長距離じゃなくても食ってくるとは思います。この時期って月のあの大潮とかもすごい関係あるんですよね。うん、関係あるとされてますね。やっぱりその潮回りでその産卵に関わる周期が、はい、っていうのは定説としてよく言われますね。で大潮の時は釣れないとかっていうのもよく言われるし。あ、ちょっと待った。お嬢さん、今あなためちゃめちゃいい仕事をしたような気がしますよ。あ、そうなんですか。おびき寄せました。はい、ミノーにねすごいついてきた。おお、全然私には見えなかったです。本当ですか。このシダの中からってことですか。岬に風がぶち当たってるので岬周りをちょっとやってみます。はい、風に向かって投げていいんですか。いいです、風に向かっても投げやすいルアーだよ。なんか回遊してくるいいバスがいたりするかもしれないです。はい、回ってこい回ってこいってね、バス来いバス来いって。まさか、まさかの、まさかの。見えた見えた。やったぜ。やった。釣れた。奇跡が起きた。やっぱ岬にはねバスがいるんです。そうですね。よかった。よかった本当に。はい。すごい丸いですね。めちゃでかい魚ではないですけど嬉しいです。
お腹がパンパン。ミサキジャークベイト、見事に読み通りにミサキの回遊バスをゲットですね。これは、はい、まあ、困ったらミサキ周りは鉄板ですよね。なるほど。水通しもいいのでベイトも回遊しやすい、はい、釣れたバスもお腹パンパンで餌食ってるバスでしたよね。ですね、はい、でまあ、今回はこれ1個ヒントが出ましたからね、得れましたから、あとは水木さんが釣るだけのことでございますけど、さあ釣れるかな。なんかいい感じですね。いい感じですよ。これジブリっぽいです。ジブリっぽいヒーリング系の音楽が流れてきそうな夜寝るときにかけるやつですね。けど癒されるような光景は一切ありませんはい、ではお昼休憩を挟みまして移動してきましたけども、もうボート屋さんからそうっすね、ほんの10秒ほどのところに移動してきました。ここでどういう風に狙うんですかね。そうっすね、はい、なんか、まあ、下調べをあまりしてこなかった自分も悪いんですけど、はい、今ボート屋さんで、はい、あのここ数日で1メーターぐらい水位が増えたという。1メートルって結構ですよね結構ですよ。そうするとやっぱバスの着き場も変わるでしょうしあとっていうので、まあ、午前中だいたいぐるっと一周してみたんですけど、はい、まあ、1匹釣れましたけど、はい、ここって絞りどころが今のところまだ掴めてないで、はい、石が敷き詰めてあるじゃないですか、このダムサイト的な感じ、はい、でこう見えて実はこの中にも地形変化が結構あると。この辺とりあえず一回サクッと腹ごなしに、はい、腹ごなしにやって、はい、そこから考えようかなみたいな。わかりました、はい、サクッと釣りましょう。一匹お昼に、あ、頼みますよ、釣ってくださいね、はい、頑張ります風が強い。風がね、これ適当にギャー投げて、はい、そこまで沈めて、はい、ニュリ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 やってみましょう。ニュリニュリと、はい、ニュリニュリ初めて聞きました。マックスピードは同じ一定のスピードでいいんですか。そうです、ゆっくりでいいです。ゆっくり、本当にゆっくり、本当にゆっくり。あ、なんかガリガリガリっていう感じの。あ、いいですね、ガリガリさせてガリガリさせます。ガリガリさせてちょうだい。行きます、はい、ちょっと移動しますよ。はい、それでは再び移動してきまして、ここは上流部分になるんですかね。そうですね、今井川。今井川、川の上流部分です。で、はい、結構もう川筋登ってきてドーンと開けたエリアですよね、はいはい、で本来はここまで濁ってないっぽいんですよ、はい、今日ちょっとなんかすごい濁りででなんかまあ逆にその濁りって水もなんか一気に増水したらしいので、はい、あの浅いところにやっぱりバス刺してきやすいので、まあ、このエリアちょっとやってみたらいいかなと。はい、わかりました。僕はこのビッグベイトでちょっとやってみます。とりあえず巻くっていうことですよ。はい、これ朝のミノと同じサイズですか。いや、でかくしました。濁ってるんで110だと浮力が弱いんですよ。で、それ浮力が高いので、はい、やべ、なんか当たったなと思ったら、はい、止めてください。そしたらパカって浮くんで、こっちはどこにでも投げて、ちょっと全方位投げます。うん、いいよで、まあ、スポーニング産卵の時期って、まあ、4月っていうイメージがあるんですけども、みんな一斉に始めて一斉に終了するのか、うん、いや、一斉ではないと思います。あ、そうなんですね。それってね、産卵終わった、うんうんうん、まあ、5月に入ったぐらいのバスってどういう動きに変わるんですか。やっぱり産卵が軸だったものから体力回復して、はい、まあ、回復してっていうか休んで体力回復させるためにやっぱりガン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 餌食いますよね。あ、なるほど。なのでやっぱり産卵が終わってからのバスっていうのはもう本当に元気なバスが多いです、はい、動き回る感じですか。動き回る、うん、餌を食べますね。ただ一瞬やっぱ休むんで、あ、弱い時期もあるけどね。
それでは夕方になって午前中で釣れたポイントに戻ってきました。そうですね、夕方になってどうですか？いや、相変わらず風がビャンビャン当たってて、はいはい、そんで濁りも増してるんですよ、はい、で他のとこもきっといいんだと思うんですけど、はい、結構ここ釣った後に魚が通過しているのを何回か見てるので、ここ結構その魚が回ってくる場所かもしれないなと思って。なるほど。ちょっと夕方も時間がね、ラストまであんまないんで、はい、ここ最後ちょっとやってみようかなと。はい、風が外側出るとしんどいので、この辺にステイして岬、岸際を、はい、はい。イルカ池はユーマズメも釣れるんですか？ユーマズメも釣れると思いますけど、ボート屋さんが今の時期だと5時までなので、はい、もう完全なるユーマズメっていうのはちょっとできないかな。なるほど。日も傾いてきましたしね。ねえ、まあ、日のこっち影、こっち日向、はい、で風が当たってる、はい、当たってない、はい、岬、いい場所ですよ。本当に全てが揃ってる感じですか？なんかもうそういう狙いを定めるにはすごくいい感じの場所のような気がしてて、やっぱ日向ばっかりのところとか影ばっかりのところよりはいろんな条件がある方がいいみたいな。そうですね、何かしらのその移動するキーポイント、例えば日向がいいと思ったら日陰から日向に行けるでしょ、はい、日陰がいいと思ったら日向から日陰に入れるじゃないですか、はいはいはい、で岬っていうその地形的なそういうコンタクトポイント的なのもありつつ。なるほど。やっぱ波が出て、はい、風が当たっていい感じですよね、うん、っていうのはまあ人間的なね人間的な感覚でしかないんですけど、まあそうですね、もうでももうあがいてもしょうがないんで頑張るしかない。回ってきてほしい、通りすがってほしい。そこなんですよ。あと3頭だけさせてください私もじゃああと3頭します。あと3頭しましょう。岬に向かって釣れるぞ。ラスト1頭します。おぉせいや釣れるぞ。すいません、泣きの1頭終わっちゃいました。ダメだった。というわけで1日お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、午後からちょっと厳しかったですけど、午前中に1匹釣れたのでそうっすね、はい、よかったですね。まあ、ぶっちゃけると、はい、もうバリバリスポーニングで、はい時期がねハードルアーだけでやっぱりやるのはなかなかしんどい、ちゃしんどい中で、はい、まあラッキーフィッシュですけど、はい、釣れてよかったな。本当にもう全然よかったと思います。ですね。最後実は一匹あ食った食ってないあどうだかなみたいなのもあったんで、はい、ちょっとそれが取れればよかったなっていうのはありますけど、うん、でもまあそれはそれですよ。もうこのいい気候の中 で、ね、楽しく釣りできただけでもう気持ちよく釣れできたので今日はもう楽しかったです。もういいことです。キャストも上手になったしね。そうですね、ますますいっぱいキャスト練習できたんで今日いやてかすいません、前回に引き続き釣らしてあげることができず、いやもう全然楽しめました。本当に次は釣れるように私もちょっと ちょっと次はリベンジします。リベンジしましょうはい、よろしくお願いします。その時はありがとうございました。ありがとうございました。